吉田さん、風邪をひいて、その体調管理も仕事のうちだよって言葉があるんですけども、いつも健康でいられるとは限らないんですよね。で、私ね、飲食店に、飲食店の経営をしてるときに、やっぱりこう、風邪を押して出勤されたら、迷惑だったんで、あの、頑張って出勤してくれてもね、帰らしたりしてたんですよ。さすがに、こう、インフルエンザとか、最近のなんとかみたいな感染症とかね、 映りそうなやつとか、あと無理に働いてる姿を見て周りの人が気にしたりねモチベーション落としたりとか生産性を落とすような出勤だったら逆に休んでくれた方が残った人間であのピシッとできると思うんでねそういう風に組み立ててきたつもりではあったんですよ。で今改めて思うのは体調を壊そうがね肩を脱臼しようが稼げる仕事を見いだしとけばいいんじゃないかなと思うんですよ。 多くの人は、そんな仕事に自分はついてませんって言うけども、いや、そういう仕事に変えていくんですよね。仮に自分が一週間現場にいられなくても、現場が回せるような仕組みをテクノロジーを駆使して作っておけるはずなんですよ。あらゆる業種で。で、そういうことができないんだったら、なるべくそういう業種から離れて、自分がいなくても大丈夫なように仕組み作りをできるような業種に携わってはいいのかなと。 もしくは、本当にね、現場に人が行かないといけない時でも、なんかローテーションで、コンスタントに、自分が行けなかったら誰かが行くみたいな、代理を用意しておくみたいなね、リスクエッジがいるのかなと。で、いろいろ言いましたけども、情報発信ビジネスって、自分が体調壊したり、車事故って壊したり、なんか人と喧嘩をしちゃった、全部発信のネタになるんで、まさに情報発信ビジネスは、自分の体調がどうあろうと。 自分がどこにいようともどんな状態でも真っ暗闇でもできるビジネスなんじゃないかなとまあ吉谷さんね車で宗谷岬に行って売ってましたもんね、うん、そういう仕事が今できるんでそういう仕事を選んだら体調を壊しても何とかやっていけるみたいな図式ができるんじゃないかなと思いますよね、うん、そういうふうに変えていく時代なんじゃないかなと無理をして現場に行くっていう時代からそういったもうなんか昔ながらの根性の時代から なんかね誰にも会わずに自宅から根性を出して売り上げが上がるみたいなことができるはずなんですよねセールスレターとかランニングページとか害虫でなんかね画像を作るとか山ほどありますよね今、うん、すごい時代だと思いますいってらっしゃい